さん、こんにちは。こんにちは。栗林すみれです。今日から、すみれズルーム、徹子の部屋みたいな、好きな、ミュージシャンなり、アーティストなり、ちょっと誰かわかんないですけど、もうとにかく好きな人を呼んで何かしようという、番組になるかもわからないけどとりあえずやってみようという感じで、初回のゲストはニランダシカです。ニラン、今日はありがとうございます。ありがとうございます元気ですか？元気ですよ。まあ、1年ぶりに日本語を喋ってないニランです。そっか、緊張してます。それは今日は頑張ります。ありがとう。オーストラリアは今暑い、どのくらい、何度ぐらい？今日は30度ぐらいです。うわー、いやー、暖かいです。シャツすぐ可愛い。あ、そうありがとう。これはなんか、これはブリスバンのに住んでるおっさんが作ってる。おっさんっていうの手作りシャツです。じゃあ今日は、まあ、なんかせっかくニランとなんかゆっくり喋るということはそんなにないので、いろいろ、久しぶりです。そう、昔のことも聞きたいし、今何やってるかも聞こうと思ってるんだけど、今日初回だからね、うまくいくかちょっと分かりませんけどできるだけ頑張りますので、まあ喋りたいことがあったらいつでも喋ってください。ではそうですね、そもそもニランと私が出会った時の話からしようと思いますが、最初会ったのは2015年の12月26日。そこまで覚えてるの、すごいかな。すごい。スイートレインだった。あ、スイートレインの、ルイケさんとと金沢さん、トランペットのルイケ新平さんとベースの金沢秀明さんとやっていたライブだったんだ。で、なんかその時はまだ遊びに来てた、旅行だったんじゃなかったかな。はい、遊びだった。なんか卒業旅行で日本に来て、まあ弟と一緒に日本に来て、まあいろいろ遊んだ。原付でなんかいろんなとこ行ってなかった？ミニバイクで。そう。まあまずはそれと一緒に東京1ヶ月、まあ高円寺のアパートに泊まって、いろいろライブ行ったりして。行ったり、寿司食べたり、ラーメン食べたり、いろいろ食べたりしてから、その後は、僕一人で大阪に行って、大阪で原付バイクを借りて、鹿児島行ってきた。わー、1ヶ月。すごい。1ヶ月ぐらいかかった。1ヶ月まあ、いろいろつらかった。1月だったし、うわー、寒い。なんかその時に書いた曲もあったもんね、トドロキ。あ、そう、あった。トドロキホールズというめちゃくちゃ難しい曲がありまして、はい、ニランと一緒にレコーディングしましたね。それを四国の徳島県にあるトドロキの滝に登ってきて書いた曲だ。ちょっと対局でしたね。本当にすごいいい曲だったんだけど、ニランのリーダーとしてスザクっていうアルバムを作ったわけですが、ドラムの石若俊くんとベースの須川隆さんと、私で4人で、やったわけですけど、もうね、本当ニランの曲ね、すごい難しいのがいっぱいあって、なんだろうな、
いや、シュンとスガーさんは結構簡単にできちゃう人たちだから、あの、私どうして私を使ってくれたんだろうって思ったんだけど、すごいあの時はあの周りにもっとその器用なね、あのピアニストもいっぱいいるし、あの僕の私、そんなこと言わないでねと思ったわけですよ。でもなんか、そうそう、だからニランはどういう気持ちでなんかこのメンバーでやろうと思ったのかなってちょっと聞きたいなと思って。まあ最高のメンバーだからキャニストもね優しい、嬉しいですねいやもう本当に嬉しいです。まあ簡単に言えばもうミュージシャンとしても人としても大好きなメンバーだったから、うんうんうん、いやなんか本当楽しかったんだよね、すごいね。まああのすごい、うん、1曲だけ本当に大変でしたけど、そのトドロキホールズはですね、はい、あの練習からすごい頑張ってね、なんかずっとメトロノームを11拍子で鳴らしたりとか3割にしたり、あのなんかすごくすごい頑張ってやったんですけど、レコーディングの当日は結構ヘッドホンの調整がうまくいかなくって、ドラムがあまり聞こえなかったりとか、慌てちゃってめっちゃ大変な思いをして、でなんかそんな苦労があったのかいやもうみんなに、ああ悪かったなってすごい思ってたんだけど、いやでもなんかなんとかね取れて、なんとか成功したかな成功したよ。オールグッドシングスとかモニタールームで聞いてる時に、なんかニランがありがとうって言ってくれて、それすごい嬉しくって、なんか私はその難しいことできないんだけどまあなんかその自分のこう音楽とそのニランの曲オリジナルがすごいなんかこう素敵に混ざってこう聞こえてきて、あなんか良かったなって、すごい参加できて嬉しかったなと思ったんだよね。あまあすごい、これめっちゃ嬉しいよすごく思い出に残るレコーディングでした。スザクの後は私のレコーディングも入ってもらって、 Pieces of Color っていうねアルバムにも入ってもらって、はい、そんな感じで一緒にお互いのアルバムを、まあ作ったんだけど、その後はニランが帰っちゃったからオーストラリアに。そう、ね、で東山魁夷さんの画集をニランにプレゼントしたのを覚えてんだけど、でニランが帰ってオーストラリアに帰って魁夷さんの絵に合わせた曲を作曲し始めてたじゃない。その東山魁夷さんシリーズをそれからなんかデュオでやる機会があったのが、ちょっとワンガラタジャズフェスティバルにニランが呼んでくれた時だった、はい、楽しかった。そう、でスザクバンドもねやったよね。そう、スザクバンドはまあ須賀さんは来れなかったけど、ベースのオーストラリアのベーシスト の、 一度聞いたら忘れられない名前なんだけどなんとジョーダンタレントという日本人的にはちょっと面白いんですけどジョーダンタレントさんというベーシストと4人で、はい、シュンと4人で、やったんだよね。でジョーダン君もね、なんか、うん、リハーサルもしなかったね。そうだよね。ただなんか一人でアルバムを何回か聴いて曲を覚えた。うわー、うん、まあ、すごいよね。というすごいな人。バッチリだったよね。あんな難しいトドロキホールズを一回でやってましたからね。いやー素晴らしかったです、ね。それはちょっと感動した、ね、個人的に。いやー楽しいので、私の Pieces of Color バンドもやらせてもらってね。
あ、そう、楽しかった。あれもすっごい楽しかった。なんか一番大きいホールでやらせてもらったじゃないですか。それでもう終わった後に全員こうわーってなんかスタンディングオベーションみたいになって、私はあれ初めての体験だったので、すごいもう超思い出残ってて、ああもうなんていいリスナーの人たちなんだと思って、あの時は本当にメンバーも最高だったし、すごい楽しかった。でもう一つがその私とニランのキリの東山魁さんシリーズのデュオをやったんだよね。ヴァンガラットのカテドラルで。ものすごい素敵な教会だったんだけど、なんか天井が高くてものすごい響きがよくって、あのステージはニランにとっては。まあ、あのステージ、僕はね、なんか大学1年生の頃から、毎年、ヴァンガラットのフェスティバルに行ってた。最初からはなんか自分のその場所で自分のライブ、自分の音楽をやりたいなと思ってた。いやーもうね、ぴったりだったよ、ニランに。そう。いや、もう天使でしたね。なんか吹きながらなんか後ろにキリストさんがいましたね。いたで。十字架の。すっそう。ごい綺麗なバックで。その時は ABC ラジオさんがレコーディングしていたけど、全然もう、ラブレコーディングっていうことも気にならないぐらいすごく音楽に集中できて、なんか、そう。すごい胸がいっぱいでしたね、終わった時は。ミランのトランペットは、まあ、本当にピュアで、なんか私は大好きだったんだけど、あの日の演奏してた時は、なんかそれに、なんかまた一本強さが、芯の通った、なんかこう強さが感じられて、なんかすごくそこに感動して、私はなんかもう一緒泣きまにすこよ。う いいよ。来年はね、もしかしたらオーストラリア来れツアーる。ができるかもしれない、かもしれない。秋頃にね。ということで、まあ希望を持って。あ、そう、そっき。はい、もう楽しみにしています。あとさ、スザクバンドのさ、あ、2そう。回目のレコーディングしたよね。それありました。あれはどうなるんですか？音源はね、音源は終わった。マスタリングは終わった。リリースは、いつかします。いや、あれもなんかすごいいいアルバムになった感じだった。あれはもう帰っちゃったけど、その後ツアーで日本に来た時にね、また同じメンバーで撮ったんだよね。そその時もまた難しい曲があってね、う。もう聞けないどはれが聞け難なしい。かった？ドランク、ストロングゼロそう、とスいトうロングゼロ。っていうお酒がありますけどそう。ね、それを飲んだ時のグラングランなニランの曲、あれは難しかったですそれね。あとね、それ確かに難しい。だってあんなわけないじゃんっていう難しさですよね。もうね、もうっていう感じですね。いやでもね、あれでちゃんとトラックになるのがね、みんながすごすぎるよ。そう。私はもまあそれはやっぱりしゅんくんの強さでね。ねえ、本当に誰もできないんじゃないかなと思いまして、すごかったです。ありがいとうしゅん。やー、素晴らしい、しゅんちゃん。そのうちお楽しみにということで。楽しみにしてください。最近はなんか変わった楽器もやってるそうで。まあ、これはもちろん、入ってますか？入ってますよ。これはもちろん、まあ、普通のトランペットだけど、
もうまずはこのピッコロトランペットはなんか3、4年間ぐらい吹いてるけど、しゅんちゃんのアルバムでも入ってたね。あ、そう、入ってた。あと、キリの一曲、入ってたね。何ていう曲だった？あ、Wildflower。Wildflower で一曲、これを吹いた。けど、最新の楽器は、もう今週届いた、ドイツから届いたばかりの、ピッコロトロンボーンという、もう世界一番ちっちゃいトロンボーンかなと思う。すごいね。とっても珍しい 初め楽て器見ましで、た。まあドイツの楽器屋さんが作ってくれた。まだ全然下手ですけど、これから一生懸命頑張って、演奏レベルに達するまで頑張ります。めっちゃ楽しみにしてます。それもじゃあいつか CD で聴けるといいな。はい、最善を尽くす。最善を尽くす。ニランと私の、音楽を聴いてもらおうと思うんですけれども、皆さんに。私のピアノソロの、アルバムが3月に、今年3月に出まして、ネームレスピアノという。で、その中に、私も東山魁夷さんの絵を見てインプロビゼーションしたものを収録しました。で、それが「再臨」という絵で、カラードウッズというんですけれども、コロナになって、本当にライブもできなくなって、どうしたもんかなって思ってた時に、ニランが送ってくれて、私のソロピアノにニランがオーバーダブしたんだよね。なんか、勝手にしたね。勝手にしてないよ。いや、もうぜひやってほしいなと思ってますよ。ニランのトランペットとともにお楽しみください。では、どうぞ。Thank you.
はい、ありがとうございました。はい、お聞きいただいたのは、インプロビゼーションカラードウッズ、私のネームレスピアノよりミランのオーバーダブでお送りしました。いや、すごいね、素敵だった。なんかサラサラとあの葉っぱ同士がぶつかる音とか、なんか秋の虫の声みたいな感じがして、すごい面白かったです。これはニランの。あ、そう。そんな音もあるね。ああ。かなかなか。そう。そうそう。ところがあるよね。すごい面白かった。そう、そういうなんか、そういう音が最近なんかトランペットで結構好きになってきた。ね、その、うん。あんまりなんかトランペターが使ってない音が気になる、うん、気になるいや、すごく素敵でした。嬉しかったよ。あのソロアルバムを、うん、あの聞いて、まあもちろんなんか寂しくなったね。あのでのもうめっちゃ一緒に音楽やりたいなと、そういう気持ちを持って、もう勝手に重ねちゃったね。いやいや、全然勝手にじゃないよ。本当に嬉しかった。私もすごいニランの、あのトランペットの音が聞きたいなって、定期的に思うよ。ああ、ニランの音聞きたいと思う。いや、本当にすごく嬉しかった。ありがとう、ね。よかった。よかった。いやー、これはあの売れないのが残念ですけど、まあ、YouTube ならではで楽しんでいただきたいと思います。じゃあなんか今は最近はさ、コンペティション、そこにある、うん、あのオーストラリアの Young Australian Jazz Artist of the Year っていう賞を買った。おめでとうございます。すごいすごい。この先は何かやりたいことはありますか？来週まで、あの実はあの大学の論文を、うん、終わらなきゃいけない。あれ、大学に行ってるの？あ、そう、大学院生ですよ。知らなかった。大学院生だったの？あ、はい。あ、で、研究、まあ研究というかもう自分の練習をして論文を書いてるけど、あのそれを来週までやらなきゃいけない。そっか。その後はなんかスザク2のリリースとかを頑張れ。考えられるようになります。おー。そのうちもしあのストリーミングライブとかがあったら日本でも見れるので教えてください。はい。ホームページを見ればいいですか？ホームページで見えるはずですが、Facebook の方が良いかもしれない。わかりました。インスタとかもやってますね。はい、Instagram と Facebook と Web、はい、ホームページがあります。はい、ありがとうニラン。いや、いっぱい喋った。結構なんか全然日本語覚えてるね。英語は全くあのコンペティションの名前しか出てこなかったね。すごい。まだいろいろ忘れたけど。いや、もうバッチリだよ。よく日本語をこんなに喋れるようになったよね。結構長く勉強してましたよ。高校から大学に続けて、それから日本に引っ越して2年間ぐらい住んでて、それにしても使わないとね、錆びつく。来年はオーストラリアで会えるといいなと思ってます。はい。ありがとうニラン、本当に。いやー、誘ってくれてありがとう。いや、めっちゃ楽しかった。なんかあの私すごいいろいろ思い出が出てきちゃった。そうだね。本当だね。
いや本当にすごいいろんなことを一緒にしたので、もう感慨深いです。ニラン本当に今日はありがとうございました。とっても楽しかったです。いや楽しかったね。いやもうぜひ今度は同時にね演奏したものが皆さんに届けられたらいいなと思います。今日のゲストはニランダシカでした。ありがとう。じゃあ皆さんまた次回があるかどうか分かりませんが気長に楽しみにしていただけたら嬉しいです。細々とやってますが、はい、チャンネル登録もしてくれたら嬉しいです。では栗林すみれ&ニランダシカでした。またねー。またねー。